都道府県警察航空隊は都道府県警察本部に所属する執行隊の一つであり、ヘリコプターなどの航空機を運用して各種警察活動を行う組織である。警察庁では昭和35年度より各都道府県警察へのヘリコプターの導入を開始し、昭和38年度までにピストンエンジンの小型ヘリコプター6機を配備して、警視庁、大阪、福岡、 北海道を拠点として、おおむね管区単位で、広域運用を図った。その後、昭和41年度で、大阪府警察に川崎、ベルケー H-4 1機が導入されたものの、これは、同年の全日空松山沖墜落事故に伴う二重遭難事故で、失われた機体の補充機であり、1960年代を通じて、国有機6機の体制が維持された。この間、 ヘリコプターの改良発達は目覚ましく、また警察用航空機の需要も著しく増大していた。これに応じて、警視庁では1968年にフジベル204バイトを追加導入していた。また昭和46年度からは国有機の増強も開始されたが、こちらもいずれもターボシャフトエンジン搭載の高性能機とされた。主な任務は以下の通りである。 また、山岳警備隊等が設置されている地域の航空隊では、遭難者の救助活動を担当している。さらに、大規模災害が発生した際には、広域緊急援助隊を速やかに被災地に派遣し、重大事件が発生した際には、特殊部隊を現場に展開させる等の任務にも当たる。都道府県や、政令指定都市消防局の消防防災ヘリコプターが運行できない場合、 要請により、離島、兵器地からの救急搬送に出動する。通常、航空隊が使用するヘリコプターは、警察庁が購入した国有財産であるが、一部のヘリコプターは、都府県が購入しており、自治体所有となっている。ヘリコプターの機種や配備数は、都道府県警察により異なるが、以下の機種が使用されている。は、機種が黒色、機体は、 オレンジ色の縦帯を巻いた空色と銀色のツートーン。これは全国で共通。メインローターは白と赤の縞模様で統一されているが、テールローターは赤白と黒白の2種類が存在する。一部の整備は朝日紅葉などの民間企業に委託されている。一部のヘリコプターに設置されている装備として以下のものが挙げられる。 この他に、遭難者救助用の各種機材をヘリコプターに搭載する。北海道警察大雪3号近年、一部地域の航空隊にテロ対策機能を強化したヘリコプターが配備されている。これは、中型ヘリコプターベル 412EP に、夜間飛行用の赤外線カメラや、電線を切断するためのワイヤーカッター等を装備したもので、機体は高弾仕様であると言われている。 テロ対策機は特殊部隊と連携して運用するため、SAT が置かれている都道府県警察に配備されている。また、各機体の所属、名称、登録番号は以下の通りである。これらのヘリコプターは必ずしも SAT 専用機ではなく航空隊の警戒飛行にも使用される。また、大規模災害が発生した際には災害支援ヘリコプターとして、 広域緊急援助隊などが使用する。なお、千葉県警察、神奈川県警察、沖縄県警察にはサットが置かれているが、ベル 412EP は配備されていない。これらの県警察には、中型ヘリコプター AS365 ドーファンや、オータムウィンター139が配備されている。隊員は掃除しヘリコプターテレビシステム等の操作や、 救助要員として登場する特務員、整備士等に分かれている。自衛隊や海上保安庁に比べ人数が少ないため、効率の観点から操縦士や整備士の内部要請は行っていない。操縦士は警視庁航空隊のように選抜した警察官を外部の要請書に派遣する余裕のある自治体は少なく、多くは自衛隊や民間からの中途採用に頼っている。 また整備士も航空関係の専門学校から新卒採用するか民間から中途採用している。通常、隊長、操縦士等は警察官だが整備士は警察職員であることも多い。専門職であるため基本的に移動はない。整備士はヘリに搭乗してヘリテレ操作やホイスト操作も行うなど自衛隊の航空士に近いシステムである。 都道府県警察に配備され、現役で稼働中のヘリコプターは以下の通りである。ありがとうございます。